た。こんにちは、はい、ショータイムです。ゆうたかさん、ほんとな、はい、もうショータイムって毎日ショータイムだよな。毎日やってくれています。そうです、本当に大谷翔平選手が昨日今日と連続アーチ、はい、さらに今日に関してはグランドスラムです。グランドスラムって何か分かる？満塁ホームラン。そうだね。いやもう42号は、はい、あそうだろうなっていうような、うん、まあ、納得っていうか、まあ、あっちの方向に打てば、はい、まあ、ピッチャーももうあんまりインサイドっていうよりも外外に投げたがるし、まあ、あっちの方に打つだろうなって思ったんだよ、はい、でも満塁はある程度なんか予想された。そうなんですね。ちょっとこれ申し訳ないけど、はい、満塁ってピッチャー逃げられないんだよ。やっぱ不明野のことっていうのは押し出しじゃない。いや大谷に対しては押し出し恥ずかしいことでもなんでもないと俺は思うんだけどさ、やっぱピッチャーのプライドとしてやっぱ押し出しはないよね。嫌ですね。そしたら絶対に自分の得意球で投げてくるんだよ、はい、得意球だろうがなんだろうが翔平は関係ないね。行きますよね。行く行く。でもその42号はあれ結構ものすごい高めを、なんかあちょっと詰まらせたのかな、センターフライぐらいかなって。いやだから言ってんじゃん常々、はい、普通の外野フライが大谷の場合は入っちゃうんだって。すごい。そのぐらいの力を持ってないとやっぱダメなんだ。あんなにこう詰まった形でもパワーでいってるってことなんですか？パワーとやっぱバットの出し方だよな。俺もねいろいろこう研究しながら、はい、いやここに来てやっぱバッティングって進化してるし、自分たちが教えられた、まあ、教えてきたことっていうのは間違いではないんだけど、今のより遠くへ飛ばすとか、はい、そういうことから考えるとやっぱ大谷ってすごい角度を持ってんだよね、うん、バットの、はい、これはね天才的だわ。それは日本ハム時代からその片鱗ってあったんですか、それとも向こう行ってから？いやメジャー行って変わった。日本にいる時も間違ったことは全くやってなくて、だけどよりレベルの高いピッチャーを打つためにはこうした方がいいっていうことをやっぱ瞬時に判断をし習得して披露してるという、これはねやっぱすごいわ。だからその左脳でその角度だったり数字的なこと考え、メカ的な考えと右脳での体の反応っていうのがもう両方備わってるってことなんですか？まあ、前頭葉も変わると思う。フル活用ですね。あのねやっぱね理にかなってる、あのホームランの打つ体勢だとか姿勢だとか、だからいろんな広範囲に打てるし、いろんなところにバットコントロールが効くんだよ。それがもう体に染み込んでてぐらいやってるんだよ、うん、染み込まし注射みたいなのがあるんだよ。何ですか染み込まし、だから慶応記憶とかさそんな感じの。いや本当にね今のバッティングって本当に進化してて、このバットのこう入射角、うん、はい入ってくる角度ですね、これボールが当たってこれが反射角、うん、はい、これをねしっかり掴んでる。でもバットの面ってわずかこれぐらいしかないじゃないですか。だから掴んでる。でもなんでできるんだろう。普通の人がこのぐらいの範囲でしかホームランが打てないところ、はい、大谷はやっぱ力があるからこのぐらいある。あだから力をつけたりとかパワーをつけたりとかしてるんだよ、はい、じゃないとこんだけ打てない。そうですよ、ね、満塁ホームランが逃げられない相手がもう打った瞬間もうピッチャーなんかこううずくまっちゃってもうもう爆音がしたんだと思うよ。なんか破裂音があ、なんか爆発かみたいなそんな感じのこうやってやられ方だもん。確かにそうですよね。そうだろ、はい、もうああ終わったみたいな。俺もね一回爆発音みたいなの聞いたことあるよ。かけるさんが、はい、あのセンターバックスクリーンにあの打った打球があるんだけど、はい、もうねバーンみたいな感じの音がしたんだ。そんな音するんですか？もう大谷がそれで爆発音だよ。だからピッチャーなんか爆発したみたいな。なんか球場で。そうあそんななんですね。いやそうそう、いややっぱすごいよ。そうですね、もう精神科医まで出てきちゃうんだから大谷の分析で。そうなんですよ、大谷選手だから精神科医がこう我々が落ち込んだ時に大谷選手の記事を見るとメンタル的に落ち着くっていうそういう精神科医の方の分析が出てきた。まあ、だからそう勇気を与えてくれるんだろうな。そうみたいです。いやそうわかるよ。でも俺は同業者だったとして恥ずかしい、落ち込んでる打てば打つほどな。そうですよね。まあ打ってくれるのは嬉しいけどね、はい、だから若くなれるんだったらもう一度やってみたいよね。あこういう風にやって、はい、こういう風な打ち方をしてみたいな、まあ、やってみたいよね。だからやっぱ一般の方
方が彼のニュース、まあ、落ち込んだりとか、例えば会社で上司に怒られた、失敗した、辛いことあった、失恋したという時に、大谷選手こういう記事を見ると勇気をもらえるといった人は、写真などを壁に貼って眺めるのもいいと思いますよと。やはり目で見ることで自分を奮い立たせるといった一定の効果があるという。ポスターを貼りましょう家に。まあなあ、不快じゃないもんね。全く。俺なんか貼られたらなんだこいつって思うけど、落書き始めちゃうからね。鼻毛とか。もうちょっと髪の毛増やしちゃうから。大谷はあれだもんね。なること絶対ない。なんかこう爽やかな感じでな、はい、見てられるもんな、うん、でなんかすごく清涼感があるので、うん、ポスターからいい香り、アロマの香りも漂ってきそうですもんね。お前、俺の親父衆か。カレー衆、カレー衆。そんなことはないんですけど、もう精神科医まで出てきちゃうぐらい、うん、もう大谷選手のやっぱ凄さというか影響力っていうのは。でもね、俺は今まで野球選手見てきたけど、はい、やっぱこれほどなんか平坦で感情の波がなく、はい、なんかこう実績をこう上げ積み上げていってる選手っていうのは、まあ、見たことがないし、はい、まあ、本当に確固たる自信を自分の中に気づいてるな。ですよね。あ、じゃないともう微動たりしないもん。隙がない。どこなんかね。20代ですよね、しかも。勝ってるよ。あ、年取らないか、多分あのまま、あのまま、もう本当宇宙人じゃないかなと思う。もしかしたらそうかもしれない。でも宇宙人に、宇宙に野球があるとは限らんからな。まあそうですね。でもどっかの星で惑星でやってるかもしれないですけど、わかんないけど、もう本当ね、宇宙人的な人間だよね。で、まあ、この43号グランドスラムを打ったことでホームランキング並びました。並んだな。はい、ブレーブスのオルソンも43本に並んでタイになりましたよ。いや、打点も稼いだでしょ。そうなんです。打点はちょっと待ってくださいね。3位か。3位です。85本でトップが、アストロスのタッカーなんですけれども、7打点差。はい、だからもうすぐ行きますよ。勝手いけんね。グランドスラム2回やったら抜いちゃう。抜きますよね。でもこれからお前もう本当下手すると大事な試合だったら、はい、2アウトランナー満塁、打者大谷申告敬遠して1点やっても次のバッターで取るっていう可能性だってあるよ。申告敬遠の押し出しって初めて見ますね。初めてのことを起こすかもわかんないよ。例えばさ、もうこれ2点差だとか9回だったら、ね、抑えの守護神が出てる。いやちょっと待てよと、これ歩かして1点やって次のバッターと勝負いくかって。そうですね。いやそのぐらいのバッターだよ。すごいですね。いやすごいよ。いや例えば俺が、まあ、監督だとして考えた時に、まあ、3点差あったら、うんうん、まあ、一発で逆転じゃない、はい、申告敬遠で2点差になっても大谷嫌だから俺歩かしちゃうかもわかんないもんね。そうですよね。点差がそのぐらいだったら、まあ、2点差だったら押し出しで同点ってなるとさ、でもこう、まあ、ピッチャーにはかわいそうだから、はい、まあ、ちょっと勝負だなって。でも痛い目食らうよお前。ピコーンっていかれちゃう。いや逃げれないから、もう勝負いかなきゃいけないから、まあそういう危険度は高まるよね。だとしたら抑えるとしたら、もう臭いところ、もう外の低めとか、もう臭いところに行ってればいいですか。明らかにどこ投げてればいい。手出さない。どこ投げてればいいですか。いやもう大谷はもう真ん中付近しか待ってない。そういう時は俺も力いっぱい投げた。力いっぱいぐらいで爆発音とかまたこうなるから。そうか。でこれ三冠王も、もう夢じゃないと。いや可能性出てきたな、本当にな。出てきました。今、打率3位なんですけれども、3割6分。で、レイズのディアスが3割2分2厘で今トップなので。3割飛んで6厘ね。そう、大谷はね。失礼しました。3割飛んで6厘ですね、はい。で、トップがディアスの3割2分2厘。これはね、差があるな、ちょっと。この2分の差っていうのは。でかい。でかいよ。いや、これ縮まりそうで縮まらないから。あ、そうなんですね。よっぽど打たないと。あ、じゃあちょっと。相手は下がってくるっていうことはあんまり計算しないからね。うん、その現状維持っていうのはそこまで持っていくにはさ、はい、まあこれからやっぱり4割近い数字を残していかないと。そうですよね。無理だよね。こっからじゃあちょっと打率は頑張っていかないといけない。あ、 でもチャンスはなくはないよ。まあそうですよね、もちろん。で、まあもちろんア・リーグではホームラン独走してます。42本。ロベルトが32本。で、打点が、まあ、ア・リーグ。他のリーグか。はい。はい、ア・リーグではですね、はい。で、打点は先ほども言ったように、タッカー、アストロスのタッカーが92打点。大谷選手がそれを7打点差で追う形なので、十分にこれはあり得る。あるよ。三冠取ったピッチャーっていないですもんね。いるわけないじゃん。実証してな。ピッチャーなのにバッターで三冠ですよ。ピッチャーで三冠じゃなくて。すごいよな。はい、これ本当にね、走らせたら盗塁王も取れるぐらいで。まあそう、早いですもんね。早い。
いやまあ楽しみだけどね、大谷見てると。そうですね、で精神的にもね勇気づけられるんだったら家にポスター。まあでもね、見ない日はないし、雑誌とかで何か送られてくる雑誌、はい、大体大谷が表紙だもんね。そうなんですね。使やっとけ売れると思ってるのかね。まあそれもあるでしょうね、まあ、でもそう、精神的なものもあるかもからね。あ、見て見て落ち着いてこう癒されるっていう。でイライラしたらやっぱ大谷選手をなんかお財布の中にプロマイド入れとくといいですよ。あ、イライラしてんなと思ったらもっとイライラするだろう。もっとやっときゃよかったって。ああ、そう、 OB はね、 OB はね。まあまあだけど、まあでも爽やかだしな。はい、でもなんかタイトル取ってほしいな。いや絶対取ってくれると思います。できれば3冠、はい、でもホームランか打点どっちか取ってほしいな。そうですね、はい、はい、